松永藩は、駿河国寸東郡、松永村にあった、相模国小田原藩の市藩である。藩長は松永陣屋に置かれた。小田原藩主大久保家の初代、大久保忠友の次男の教官が、元禄十一年十月に、西の丸若年寄りに就いたことで、さらに、駿河春東郡、富士郡、伊豆国郡、沢郡、田方郡などに五千国を加増され一万千国で、 諸行に列したのが始まりであり、松永に陣屋を置いた。教法3年3月、さらに、相模国内において5000国の活動を受け、都合1万6000国となったが、教法15年11月、二大藩主教団が、弟教平に3000国を分与したため、1万3000国となった。天明3年、第五大藩主教羽ねが陣屋を松永から、 相模国愛好軍の小木の山中に移した。以降は、小木の山中藩となった。不代。一万千国一万六千国一万三千国。教官十五位,位,位,位、下長都主教単十五位下、た。畜後守る教期十五位、下長都主教林十五位、下長都主教羽十五位下、中塚佐大輔。ありがとうございます。